はい、どうもお疲れ様です。初心者が2019年より独学通信でゼロから書道に本習字を練習中。今回は臨書を始めたばかりの私モツが古典旧正旧霊戦名の臨書をしていきたいと思います。まだまだ発展途上の私モツですので、お手本になるというスタンスよりは一緒に楽しく練習しながら、わからない点、間違ってる点などコメントなどでやり取りし、皆さんの参考になる動画になればと思います。それでは始めていきたいと思います。そもそもこの全然古典とかわからない私モツにとって、これどういう話なのかということなんですけれども、内容を簡単にキュッてまとめていくと、この旧正旧っていうのは、唐時代の皇帝の離宮っていうのかな。で、皇居や王室以外に設けられた宮殿という名前らしいんですね。で、旧正旧っていうのは、深い山の中に建てられていて、秘書にはもう持ってこいのバッチリの宮殿だったんですけれども、そこにはですね、この水源がなくて、水をね、得ることができなかったと。で、貞観6年、632年ですね、この有名な大宗皇帝が、この旧正旧に秘書に来て、皇后様と一緒にね、来て散歩をしていた時に、その城内の一角に、わずかに湿り気があるということに気づいて、そこを皇帝がですね、杖でコンコンとこう突き刺したところ、まるで甘酒のように美味しい泉が湧き出てきたのでした。めでたし、めでたし、おしまい。じゃなくてね。この今の内容なんですよね。簡単にね。で、今回この書こうとしているこのお手本というのは、応用順の旧正旧霊戦名から抜粋した、この絶対の絶、谷、ため、池という4文字なんですけれども、で、これは日本習字の課題なんですよね。で、漢方先生が臨書したものを、臨書していくという形になります。で、この今回、この、臨書な、その原本ですよね。元の大元のやつは、この本を買ったんですけれども、これちょっと以前ね、紹介した時に、初心者には非常にこう難しいと、臨書するには難しいというふうにコメントをいただいたんですが、なんというか、こう全体的な流れを見たり、あとはこれ、一部分をね、こう抜粋したりする分には、すごくこれ便利なのかなと思って、今使っています。もしよろしければ概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからお買い求めください。で、ここからちょっとね、その本を実際に見ていきたいと思います。で、こちらなんですけれども、確かにこれ難しいよ。これ見て臨書の練習っていうよりかは、なんか全体的にね、さっきも言ったみたいに、こう流れをこう掴んだり、どの部分なのかなっていう、なんか、ほんと、お手本の、原本っていう感じですよね。原本なんだけど。で、ちょっとこう見てみますと、こんな感じでね、探すのがね、ちょっと今回大変だったんですけれども、物語のね、内容をこう読んでいて、どこかなーと思って、こうパラパラパラと見ていくと、なかなか見つからないんですけれども、おーって見ていくと、こう、流れがね、最初のこれ始まりのところですよね。こうやって書いてあって、おっとあった、これ、ここね、絶ありましたね、絶。で、ページをまたぎまして、で、あった、谷、で、ため、池と。この4文字になりますね。で、こんな感じで、この4文字をですね、臨書したものを、練習をすると。臨書をしていくと。臨書の臨書ですよね。という感じで、ね、早速ね、お手本の方を見ながら、そちらの方を書いていきたいと思います。はい、早速書いていってますけれども、これね、さっきの内容ですけれども、インターネットで調べるとその内容出てくるんですよ。だからそれ見ていくとね、結構面白いですよね。その部分のここなんだと。で、今回の、この谷をせき止めて池を作りっていうところはですね、最初のこの始まりですね、物語の始めから結構序盤の方に出てくるところなんですけれども、まずこう書いていってますが、これは臨書の臨書なんで、本当のね、この原本とは少し若干違うところはあれど、やっぱかっこいいですよね。なんて言うんだろうね、この、やっぱり、旧正旧霊戦名っぽさ。で、この隙間ですよね。絶妙なこのバランス。だってさ、この一文字目にしてたってさ、この、作りと辺の大きさ全然違うじゃない。なんか作る、辺の方がちっちゃいじゃん。だけど、作りこうめちゃくちゃここに空間があるにもかかわらず、なんかこうバランスがいいんですよね。で、僕の羽も特徴的っていうところと、僕はこれ感じたことなんですけれども、羽が特徴的っていうところと、空間が空いてるけど、この中心を含めバランスが本当にこう絶妙だなと。
で、お手本、本当のこの原本と比べるとちょっとこの辺が小さくなってるのかなというふうにも感じました。で、この3文字目のためなんですけれども、これ潰れてるんですよね、原本の方が、拓本かな、なんですけれども、やっぱりこう基本的にそこをこうお手本に沿って書いていってるんですが、線がやっぱ直線的だなっていうところですよね。で、ここもね、かなり筆のもう穂先を使って、書いていますけれども、ここなんかもちょっとね、あの本当のこの原本と若干ちょっと違うかなっていう感じがするんですが、まあ、それは、まあ、これがお手本なんでね、それに沿って書いていってますが、かなりねこれ細いですよ、結構細くて、でこの右払いが結構直線的にこういってますよね。あんまりこう丸みを持たせずに、まあ、癖でねどうしても丸みが帯びてしまうんですが、でこの土、この横画ですよね、横画はちょっとこう右上がりで直線的で、おー、慎重に墨つけてますね慎重です、ちょっとつけすぎじゃない。でこう縦角で、この後なんですよ、この横角ね、この横角がね、だんだんこう最後に行くにつれて太くなってんですよね。筆圧が上がってで止めるという感じですかね。はい。で3文字目のこのためなすかな。でこれがですね、この難しいですよ、このこのちょっとこううわっと細めでいって、そう、なんかこれでもね、お手本じゃないや、拓本のやつ見ると平行じゃないようにも見えるんですよね。だからそこはどうなんだろう、この右上がりなんですよ。でここだけがねすごく、ま、直線的というかな感じがするんですよね。で点もこれなんだろう、薄くなったのかな、薄くなってこうなったのか、すっごい点々点なんですよね、この原本の方がね。でここは右上がりに書いていってますよね。右、おーっと慎重につけてるね、墨をね、緊張してるね。よし、でこう1,2の、あんまりこれも墨ベタベタつけない方がいい気もするんだけどね、ちょっと緊張してるんでね、まあご愛嬌ということで、はい。で4文字目のこの池、これも1文字目と同じようなスタイルですよね。辺が小さめで、作りでこうガッと存在感を出すけれどもバランスがいいという。だってこのさ、三髄なんて全体の3分の1ぐらいよね、だけどバランスがいいっていう、これどういうこと、これ不思議だわ。でここは右上がりで角度をつけて下にスッと、でここは上から長めに撮ってますよね、結構上からいって下に下ろしていく。うおよじょん、およじょん、つっかえたい、およじょん。で最後グッとで空間に向けてスッと上げていく、まあこんな感じですよね。ひとまず書き上がりました。どうでしょうか。はい、というわけで今お手本と原本とさらに今回書いたね、これ今比べてみてますけれども、結構いいんじゃない、これ悪くないですよね、最初にしてはね。最初じゃないか、こんな感じで、一文字目もね、ちょっとやっぱり硬さがありますね。この入りですよね。独特のこの入りがちょっとまだなんか表現できてないかなという感じはしますけれども、まあまあ形というか、なんかこう、バランスは、まあ、取れてるんじゃないですかね。この右上がり気味と。いやでもこれやっぱいいね、このバランスね。絶妙なバランス。すごくないこれ。ね、これだけここに空間が空いてるのにね、一文字目とかね、四文字目。絶妙ですよね。で、二文字目もかなり穂先を使って書きましたけど、ちょっと入りの角度が、なんかやっぱこれも表現できてないかな。あと直線的なところがなんかまだちょっとグラグラしてるっていう感じもしますよね。で最後の土のこのね、入りもやっぱりちょっとこれ逆説あれ逆筆か。逆筆で入った方がいいのかな。もうちょっとなんかこう、自然な入りにしたいですね。で、後半にかけて筆圧を上げていくっていうところが、もっとうまく表現できればなと。で、3文字目のこのため、なすですけれども、2画目のこの斜め具合がね、ちょっとこう難しいですね。で、ここの隙間は合わせるっていうところと、最後のやっぱりこの点、レンガだっけ。で、これは右上がりですよね。で、4文字目の池。
これはちょっと三髄がでかかったかなって感じがしますね。もう少し縮めた方がバランスがいいのかなと。まあ、ただこの空間の空き具合と最後の鼻の角度もちょっと微妙でしたね。まあ、このあたりもう少しこの辺練習が必要かなと思いますが、まあまあ始めたばかりにしてはそんなに悪くないのかなと。まずというところでしょうか。はい、というわけで今回は、古典の臨床を始めたばかりの私モツが、九星球霊仙明応用順のですね、九星球霊仙明の一部谷を立ちて池となし、この4文字を練習していきました。で、今最初に書いたね、初日一番最初に書いた初日と比べてみてますが、まあ練習をね重ねるにつれて、だんだんとまあ上達をしていくと、まあこれは本当に、私モツが一番大事にしているところなんですけれども、まあ積み重ねでだんだんお手本に寄せていく、まあこれは臨床の醍醐味だと思います。まあできるだけね、このお手本、そしてまあ、原本の方に近づけていくために、まあ、これからも練習していきたいと思いますが、まあ、このね、動画の何かが参考に、どなたかの参考になれば幸いです。で、このような形で、これから、まあ、日本書事で出る課題であったり、その他の、まあ、古典の臨書の方を動画にしていきながら、まあ、その内容とか、あと、ま、書き方とか、感じたことあたりを、まあ、動画にまとめていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、楽しみにしていてください。それでは、もうお疲れ様でした。